皆さんこんにちは、今日はメンタリスト DAIGO 氏の謝罪についてということでお話ししようと思います。昨夜の10時からですね、DAIGO 氏の謝罪配信があったんですよね。で、その謝罪配信で、DAIGO 氏は繰り返し、謝罪をしたということになります。でですね、その上で DAIGO 氏は今後の展開について話されたんですよね。で、その今後の展開は何かというと、DAIGO 氏がホームレスの人や生活保護の人について勉強するっていうね、展開活動をするということなんですよね。で、具体的には現場に行ってプロの人から勉強するということだそうです。で、そのプロの人として名前が挙げられたのが奥田智氏さんという方なんですよね。で、この奥田智氏さんっていう方は放牧という団体をやっている方なんですよね。放牧っていうのは、抱くっていう感じに、法要の方に、僕私の僕の人弁を木偏に変えた感じになります。で、智氏氏の智氏は知識の地に、志と書きます。で、この放牧という団体は主に北九州で活動している団体なんですよね。で、DAIGO 氏によると、奥田氏は2020年に赤坂御所に招かれて、天皇皇后両陛下に、ご説明したとかいうねことも、DAIGO 氏は話されていました。で、この配信を聞いていてですね、私は あの人かっていうね、あの団体かと思ったんですよね。でもちろん私はですね、奥田氏にお会いしたことはないし、その放牧という団体に関わの活動にね関わったことはないんですけど、ちょっとね知識として知ってはいたんですよね。要は奥田智氏氏は一時期かなり前ですけど話題になったシールズという団体で、の中心メンバーだった奥田昭氏っていう方がいるんですけど、その方のお父様なんですよね。で、その奥田智氏氏についても、ウィキペディアがあるんで、そこにいろいろ載ってるんですけど、この方は、東八幡キリスト教会の牧師さんなんですよね。で、この東八幡キリスト教会は、日本バプテスト連盟に加盟しているんですよね。で、この日本バプテスト連盟というのは、政治色が強い団体なんですよね。その教会って銘打ってるけど、政治色が強いんですよね。2014年7月1日付で、集団的自衛権抗議声明を出したこともある団体なんですよね。で、その日本バプテスト連盟の、ホームページにね、ずらっと声明とかが載ってるんで、つらつら見ていくと、先ほどその赤坂御所に奥田氏が招かれたということについて、この連盟がちょっとね批判的なね、なんか声明を出しているのもありました。2020年、去年の12月11日付のご信仰に対する日本バプテスト連盟理事会表明っていうね、表明っていうか、声明ですよね。で、本文を見ていくと、連盟は中略、天皇制に対し一貫して批判的立場を表明してきましたっていうのは書いてあるんですね。ということは、その日本の伝統に反対する、立場の、団体だなというのがわかると思うんですよね。そもそもですね、世の中には伝統を肯定する立場と伝統を否定する立場の、2種類あるんですよね。で、この伝統を否定する立場は無神論とか唯物論とか言われて、共産主義の立場なんですよね。主に共産主義の立場になります。では伝統を肯定する立場は、それぞれの地域国に伝統があるから、まず日本の伝統を、肯定する立場と、それから日本以外の地域とか国の伝統を肯定する立場があるんですよね。で、この日本以外の伝統を肯定する立場の中に、キリスト教の伝統を肯定する立場、キリスト教もあるんですよね。で、このキリスト教っていうのは一神教だから、キリスト教の神主以外はダメっていうね考え方なので、日本の伝統に否定的な立場に立ってる団体がね、結構多いんですよね。全部じゃないですけどね。
で、バプテスト教会はまさにこの立場、だから日本の伝統に否定的な立場だとね、もうさっき読んだらね、わかると思うんですよね。で、まあそもそも日本はまあ連合国にまあ戦争で負けたんですよね。で、この連合国はキリスト教国と、それから共産主義国の連合なんですよね。で、だからその戦後日本社会でキリスト教勢力と、それから共産主義勢力が、まあ、日本の伝統に敵対して活動してきたんですよね。まあ、キリスト教勢力の、まあ、多くがって言った方がいいかもしれないですよね。で、まあ、だからこういう勢力は日本の伝統に敵対して、まあ、連合国の代理人みたいな感じでね、まあ、活動してきたんですよね。だからまあその、まあ、仲間なんですよね。その伝統を肯定するキリスト教と伝統を否定する、まあ、共産主義国がいろんな経緯があってね、ちょっとまあ仲間になってるんですね。両者は近いんですよね。で、まあその証拠にそのシールズがですね、その共産党系の団体から車を借りてね、活動していたっていうことが、まあね、写真になって残ってるんですね。ちょっと特徴のある形だからね、まあバレちゃったみたいなね、ところがあると思うんですよね。で、まあ抱樸の YouTube チャンネルをね、大吾氏がね、概要欄にリンクを貼っていたんで飛んで見てみると、まあね、出ている人がまあ、そっち系の人がまあ目につくなと思ったんですよね。まあ、茂木健一郎氏とかね、まあ、芥川賞作家の平野啓一郎氏とか、あと亀石典子弁護士もいました。この亀石弁護士は、立憲民主党から選挙に出て、まあ、落ちた方なんですよね。で、まあ、そもそもまあホームレス支援とかね、まあ、生活保護の人の支援とか、まあこういう活動は困難な状況にある人にまあ手を差し伸べる活動なんですよね。だからまあ美しい活動と言っていいと思うんですよね。ではそういうのをどういう人がやってるかなんですけど、まあ一般的に私から見ると過激な思想の団体がやっていることが結構あると、まあ私は感じてるんですよね。まあそのまあね、炊き出しとか、あとまあ労働相談とかやってね、まあいろいろね、まあ支援活動をするんですけど、まあ世の中には救済とか連帯とかいう美しい理想を掲げて暴力を肯定する極端な思想もあるんですよね。で、まあそういう団体から出てくるものは、まあ結局暴力とか侮辱とか挑発とか無秩序とか、そういうものをなんかばかりだなと私は感じるんですよね。で、まあそういう団体がまあ力を持つと社会を不安定化すると、まあ私は感じております。でですね、まあそういうまあそのまあ団体もあるということで、でそういう団体がその美しい活動をすると、まあこういうメリットがあるんですよね。丸一、美名で美しい名前、美しいその名目で、思想の偏りや暴力性を隠す。で、丸に、美名で宣伝し人を集めるっていうね、引き入れるんですね。で、丸さんは資金源にするっていうことなんですよね。で、まあそういう活動を見ていると、まあホームレスの人や生活保護の人はこういう目的の手段として利用されているように見えることもあるんですよね。で、まあこれがまあ一般的な、まあ私の考え方なんですけど、まあ奥田知志氏の抱樸についてはまあ、ちょっとね、知識としてね、まあ、奥田明氏のお父様とかは知ってたんですけど、まあ、詳しくはないんですよね。だから、まあ、どういう団体かは、まあ、その、はっきりとは言えないんですけど、まあ、少なくとも政治的には一定の方向性がある団体であると、まあ、私は考えるんですよね。で、まあ、その大吾氏についても、まあ、私は過去の動画とか全然見てないし、まあ、本も読んだことがないので、どういうまあ考え方の方かはまあ知らないんですよね。まあ、もしもともとそういう方向性にまあ共感する人なら、まあね、まあ、同じ感覚の人たち、同じ方向性の人たちだから、まあ肌が合うだろうと思うんですよね。で、まあ、今回その、なんか紹介を受けたとか、まあ、その大吾氏がおっしゃってたんで、まあ、もともとなんかね、そういうそちらに近い人たちとつながっていたということかもしれないなとは思います。まあそれならまあね、別にね、まあ特に言うことはないですよね。で、まあこの大吾氏のまあ今後の展開の活動ですよね、まあ動画にも上げると思うんで、まあ、奥田氏の活動にとって大きな利益になると思うんですね。まあ非常にね、宣伝になると思います。で、まあこの大吾氏の今回炎上した発言なんですけど、さっき言った丸一にまあそのまま当てはまるなと思うんですよね。まあ美名で
思想の偏りや暴力性を隠すっていう部分ですよね。そのもう猫猫猫って言うんですよね。猫愛護猫保護っていうね、まあそれもちろんね美しい活動美しい感覚ですよね。その美名によって考え方の偏りや暴力性を隠している、まあその、していると思うんですね。まあでもまあ実際はねもう隠せてないですよね。読んだらそのまま、まあだからなんですよね。だからまあこの度の炎上はまあ猫も被害者だと思います。なぜなら、暴力的な内容の正当化のために利用されたと思うからです。では、ご視聴ありがとうございました。